舐められてんなエピソードあんの？舐められてんなですか。後輩と飯行っててわーって喋ってたら何にも返事されない時とか、もうそれはもう、なんだろう、もう無視されてるみたいな。ああ、それなんだろう、慣れから来る。慣れもありますね。でも普通は慣れたといえ、とはいえ、舐められてない先輩だとそんなことしない。そんなこと絶対ないですよね。舐められても、だから俺はもう別にいいやって言わないんですけど、山根が一回後輩に言ったことあるよね、バスでさ。あ、注意でしょ。営業先に行くバスで、席が結構芸人がパンパンでね。で、バスって結構あの後ろの方って偉い人座るじゃないですか、あの、ロケバス、ロケバス、まあ、基本的なルールがあるじゃないですか。で、俺が来た時には後輩がすげえ後ろの方にいて、これ良くないよっていうのを思ってて、で、俺が注意したんじゃないの、俺はそれ思ってたけど、言ったらなんかすげえ偉そうな先輩だと思われそうだから、ああいうの良くないよねって、あのロッチの中岡に言ったら、中岡、髪の毛のあれ、髪の毛のボサボサの方が、山根さんが、そういうのお前良くないって言ってるぞみたいな言っちゃって、ああ、ちょっと下手な伝え方ね、でなんか俺なんかすげえ偉そうみたいな、バスの空気なんかもう最悪だったなだけ、下手に怒るってか、そういうことも言わない方がいいのかなとか思っちゃってるうちに、どんどんやられたい放題やられちゃってるって、難しいよね、その難しい。部活とかやってた？僕サッカー部ですよ、小中高。あ、そっか、山根サッカーだ。田中？俺は中学校の時に陸上部やってたんですけど。え、陸上？ええ、何やってたの、陸上？棒やってたの。何の棒ですか、いっぱい棒出ますよ陸上部は。高跳びも、大高跳びもそうです、いや、もう中長距離。中長距離はい。なんで高跳びやればいいのに背を生かしていや、その時はまあまあ170ぐらいしかなかったんですそれで高校で伸びちゃったんですもん。その運動部でね、やっぱ上下関係とか経験してたら、そういうのもなんかありそうだけどね、僕はだから基本的には先輩っていうのでちゃんと立ててやるんですけど、後輩にそれを言うのが怖かったし、基本補欠なんで、下のやつが上のチームに入っちゃうんですよ。そうなってくると、この後輩に強く言ってる、試合に出れない先輩になるのが、すごい格好悪いじゃないですか。その礼儀ばっかりを言うみたいな。そっからもう何にも言えなくなっちゃいましたね。それ育ち方で、多分、そこで強く言える人もいるじゃないですか。運動は上手くないんだけど、あの先輩言い方がうまいんだよね、でもね。むずいよな、その後輩に舐められるのってどう回避すればいいか確かに分かんないね。陸上部の時に、俺ある日中3の時かな、中1のやつが同じ陸上部でね、部室で2人っきりになったら、なんか暇だったからか知らないですけど、その1年の子が、おい田中みたいな、今考えても信じられないですけど、田中おいみたいな、なんか遊びでやり始めて、それで俺は何やってんのみたいな、そんな芸人じゃないから反抗することも知らないから、いや何みたいなって、俺泣きそうになっちゃって、向こうが、あ、すいません先輩みたいなんで、何それ遊びでやっちゃいましたって言って、いや遊びのレベルじゃなかったんですよ俺としては本当になんかこいつなんか急にやれ変なこと始めたと思って怖くなっちゃってだからもう多分その子がどうこうよりも田中に原因があるのかもな、もうね、いやいや飛び抜けた舐められる体質を持ってるから、その後輩もおかしくなっちゃったんじゃない、この先輩と一緒にいたら、もしかしたらこのぐらい許されるのかなとかいう領域がちょっと幅のなんかがすごすぎて、おいみたいになっちゃったね。ちょっとやってみようみたいになっちゃった。大丈夫か、普通ないじゃん。あ、ないです、ないです。中学校ぐらいだったら特にないですね。ないよね。中学高校なんてその1年2年の差なんて、もう地獄のように遠い存在だから、だから今はメンタル強くなってきたから少々そんなことが起こってもいいけど、本当に中学生の時とかもそんな起こったらもうドキドキしちゃって、いや俺もでも本当に落ち込んだところで、その子が、あ、大変なことしたと思って、正気に戻ったんですよね。よかったね。その子、正気に戻ってくれて。で、そのまんまもっとエスカレートしたら、やばいよね。そうですよ。本当になんか変なやつだったら。お前変な顔、変な顔して喋んないで。ちょっと今思い出しちゃって、あれ何だったんだろうと思って。うん。そ
起こりえない事件が起きるんですよね、だから。ないな、そういうの俺。志村さんあるでしょ。いやいや、学生の頃は、いや、本当学生の頃は本当にないのよ、俺。うん。本当に。だって太ってもなかったでしょ。太ってもない。ね。シュッとしてたんですよね。そう。本気で太ってきたもんなんて30超えてくぐらいだもん、俺。でも、あ、そっか、まあまあ、イケメンみたいな顔してましたもんね、昔の写真見たらね。俺、本気ではないんだよね、学生の頃って。その、いじめられるみたいなこともないしさ。じゃあ、俺だけじゃないですか、なんか。いや、リアル。僕みたいな自信性かな。まあ、今こそ、ちょっと逆転可能な位置まで、来ましたけど、今で喋れるから、こうやって、全部、ね、解消できるから、今ね。いやでもだからすごいことだと思うよ、うん、そこを抜けてんのかどうか分かんないけど、はい、そこを利用してんのか、うん、今この感じだっていうのはすごいことだと思うよ、うん、だからお前、うん、田中しか解決できないような気すんのこの舐められないようになった人、うん、そう、もともと舐められてなかったから、そうなのよ、舐められなくなな舐められてるは舐められてると思うんだけど、うん、今だって多分だけど、うん、まあ、仕事中に AD の人だったり音声の人分かんないよ、はい、ちょっとこう田中だったらさ、うん、ちょっとシャツちょっとキュッて引いてマイクつけたりとかさそんなことはないですよ、 AD の人もさ、なんか上の AD の人に怒られた後にさ呼んでこいって言った時にノックがちょっと強かったりさはい、どうぞ、びっくりするな、でけえよみたいな、そういうのやられてる可能性はあるじゃん。いや、ないですから、さすがにこの業界そんな人はもう気づいてないだけで、社会人になるとある程度は対象されるでしょ。で も、まあまあ、でもさ、この間のさロケの時のさ打ち合わせちゃちゃっと車の中でした時、結構舐められた感じで説明されなかった？おっとっけ、いや、いるよそういう人たまに、上から来てる、気づいてないの。あ、そういうことか。あ、なんかどんな感じだろう、ちょいタメ口みたいな、アンガールズさんってこういう感じでやれば面白いじゃないですかみたいな。なんか知り合いじゃないの？知り合いじゃないんですけど。初ぐらいの？初ですね。あ、いや、でもなんか一回やったことがあるって言ってたのかな、なんか。いや、いるよ、たまにそういう人。あの人は完全に俺らを舐めてるなと思いましたね。でも、まあ別に怒るほどでもないし、まあそういう人なんだし、いいかなと思ったけど、完全にこれをバナナマンさんに説明するんであれば、あんな感じで来ないだろうなって思いながら、まあ、ちょっとあったでしょ。絶対差は出るよ、それは。本当に。だから舐められてる、ね。舐められてるんだよ。うん。ああ、うん。俺らもあるよ、でもそういうの。あ、本当ですか。舐めてんな、こいつっていうのは。たまに思う。うん。でもそういう人ってね、うん、あの、対性しないというか、やっぱちゃんとしてる人とかって、ね、そうですね、ちゃんとして対応するし、うん、ね、あの上の方の人でも敬語でこうちゃんと説明してくれたりとか、この人ちゃんとしてんなとか、アンガールズが舐められてたとしても、うん、そんな嫌な接し方をしてくる舐め方をしないと思う、あの、ちゃんとしてる人、あ、うん、まあそうですね、うんうん、まあ、芸人とかひどいけどね、うん、なんか舐めてるとか、それはもうガンガンに来るじゃん、うん、そうですね、ちょっと田中チンコ見せてよみたいな、いきなりこう超ド級のとこから入ってきてさ、はいはい、それはもう、でもそういうのも仕事というか遊びというか、チンコ見せろはもう言われたこともありますね、うん、ありますか、あります、うん、楽屋で何回も出してます、うん、しかもでかいしねそう、でかいっていう噂が勝手に広まっちゃって、いいじゃん、実際でかいよね、もう実際、まあそうなんです、西の星シャンさん、うん、東の田中って言われてるんだよ、ね、あるね、新幹線、いや、でかいもん、田中、うん、俺あんまり知らない、田中玉もでかい、見たことあるけど、あんま覚えてねえな、いや、まあ、まあまあのものは持ってる、じゃあ、すげえいいよ、チンコのでかさはやっぱり一生、ちょっとちょっと自分の中の自信にはなってない、いや、だから、銭湯とか、そういう場所で、うん、超力強くあるよ、勝利感たらないですよ、絶対そうだな、ボローン出していきますか、ね、修学旅行でもちっちゃいやつよりやっぱでかいやつの方がなんかちょっと偉いみたいな感じあるじゃないですか、うんうん、全然で偉いと思う、なんか、うん、でかいのね、
僕は細長いと思います。そこも長い。長い。長いも大事、ね。太くはない。田中のはでかい。だからそれを、だから普段からガンガン出していけないんですけど、これは隠してないといけない。そうなんだろうな。俺の唯一のすげえ勝った。そこが唯一俺の自信満々なとこだって、テレビで出したらもう出れないから。あいつ何なんだよ。ここ出せたら勝てるのに、と思う。角のでかさみたいなもんだもんね。なるほどね。そこがやっぱ、神はチャンスを与えてくれてるんですけど、一応、ね、確かにそうだな。じゃあベッドじゃ舐められないんだね。ベッドじゃ舐められない。わあすごい。これはやるじゃねえかと思う。かっこいい。やるじゃねえか。これはすごいわ。かっこいいね。はいはい、芸能界に入ってもよかったねでも。まあそうですね。何かと絶対そこが一番でしょう。気持ち悪いでもそうですけど、うん、そのマイナスがプラスになるから、この本当に悩んでる人ら、だから学生時代みたいな時だったら、どうやって解決するんだろうと思いますよね。一発逆転しかないですかね。いや、俺ね、まあ誰しもだと思うんだけどさ、はい、俺、一発逆転もちろんあるよ。はい、それは、要はもう究極の結構追い込まれた回避術じゃん、それはでも。だけど、普通の流れで舐められないようにとかって、はい、要はさ、どの、ちょっと振り返ってみると、小学校、中学校、高校、大学、芸能界に入ってからでもそうだけどさ、なんかいる場所ってあんま変わらないじゃん。まあそうですね。田中とかすごい変わってるかもしれないけど、なんか、いわゆるこのグループが出来上がった時の自分の位置とかって、いつもそんな感じのとこに、結果ね。結果いるみたいな。そうですね。それって多分その、そいつがそういう、人間関係を築くやり方をなんとなく同じにしてるからだと思うんだけど、なんか俺は一発逆転よりも俺の考えね、俺は結構ね、あの引いてみてからある程度時期は待つっていう方法をずっと取ってきてる。時期は待つ、どういうことですか。だから一回さ、スタートダッシュで俺とかってね、少数派だったの。小学校もちっちゃいとこからいっぱいのマンモス校が集まるとこに入ったりとか、で、そういう高校とかもそうだし、田舎から東京に出てきてそういうとこに来るとかいう、そういう、いわゆる少数派からの入り口なのよ。じゃあちょっと立場的にはね、弱い、厳しい。マイノリティ。そう、日村さんの例えで言うと、ちっちゃい沼のでっかいナマズっていうね。あの、ちょっとトップだね。ちっちゃい沼の。ああ。うん。それで、そういう、なんとなくだけど、やっぱその新しいが、例えばじゃあ学校とか会社でね、新生活が始まるときに、わかんないじゃん。最初に来るやつが一番の友達になるケースってあんまないでしょ。なんか出席番号が近いやつが話しかけてきたけど、そいつが永遠に友達ってあんまないじゃん。ないですね。だいたいなんとなくこう5月のそのゴールデンウィーク開けたりして、クラスの勢力図もなんとなく分かってきたりとか、それを俺は少数派だから、待って見てたわけよ、結構。待って、もう、それはそうせざるを得ない。はい、だって、マンモス校というか、いっぱいから来てるところにいきなり入れないから。そうですね。そう。ほいで、だんだんそういう風なのが多分染みついてったんだと思うんだけど、でも、若干引いてるわけ、一歩引いて見れてるわけよ。最初ね。そう。バーってトップ集団がいる、はいはいはい。そこから一個引いたとこから見れるから、全体を見渡すことがある。ほいで、そっからじゃあ行こうかって行けるっていう、俺その方法が結構ずっとな気がする、自分の。何事においても。だから、まあ、ある程度自分で見て、それで、要は備えを、なんとなくこう、装備とかさ、できて対応できるような感じで、で、いけるっていう。だから、俺、そっちの方がいいなと思って。確かに、最初から知らずに仲良くなっちゃうと、そのグループが、そんなに強いグループじゃなく育っちゃう可能性もありますもんね。うん、そう。ほんで、待てば、あと自然になんとなく、合う、気の合うやつとかも分かってくるから、絶対そうなってくるんだよね。ほいで多分そこでの舐められた結果、本当は自分がいる位置はあそこなのに、そこよりも例えばランクで言ったら下に入っちゃうっていうのが嫌だって思い出したら、そこから抜け出すのはちょっと至難の技というか、だろうけど自然になるとは思うんだけど、でもだからって別にランクだなんだってそんな考えてないもんね。居心地がいいのが一番だから、みんなそうはしてるんだろうけどね。だからって無理にさ、変なグループにさ、しがみついてるときついもんね、まあ、そうですね、逆に言うとね。これがきついね。自分の身の丈知っといた方がいいもんね。うん、そう
でもそんなこと言っててさ、俺は頑張らないでって言ってるとどん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 なんかダメな時もあるしね。難しいな。でもな、ね、ここが一概に言えないんだよね。それが悪いことなのかって言ったらそうでもないんだよね。だって田中田日村さんで山根だとかは、うん、例えば普通の人よりも喋りかけやすいとかいう利点も多分あると、みんなが、うん、いやー、それ今はそうかもしれない、うん、だってすごいさ、かっこいい人かわいい人とかよりもね、例えば話しかけやすい、顔気持ち悪いなとかでこう、はいはいはい、いきなりこう初めから確信のついた付き合いをすることが機会が多かったりするっていう利点もあるからね。大人になったらでもそうなんですけど、うん、子供の頃ってそうじゃないような気するんですよね、うん、もうちょっとなんか大変というか、子供の時は大変かもね、うん、そうだね、うん、そうそう、話しかけられん、もうもじもじしてたら全然話しかけられない、ね、結局なんか最初に、うん、こうあのブサイクとで気にせず、うん、俺は最初に人に話しかけていく方がいいと思うんですよね。最初に話しかけたっていう、うん、間違わじゃない方に。俺はずっと、仕掛ける方なの？そう。あの、本当に友達になる、なるって、今何してんのみたいなとか、うん、クラスに入った時に、うん、ちょちょ、今、何これいいボールペン持ってんじゃんみたいなんでもいいから、うんうん、最初に話しかけた、この、最初に話しかける根性を持ってるっていう部分で、うん、ちょっともうそれで一個上に行くと思うんですよ。俺全然やんなかったんですよ。それをやらずにこんななりでうろうろしてたから大変なことになっちゃった。収集つかなくなっちゃった。だってブサイクなやつでも、うん、結構上の立場まで行ってるやついるじゃないですか。いや、いるんだよ、うん、そうなんだ。見た目とか性格とか関係ねえ場合もあんだよね、うん、そういうやつって結構最初の木を照らわずにバンと、話しかけてるとか、うん、自分のうん、結果そうなんだよね、うん、女の子にモテるモテないも行くか行かないかっていう、うん、まずそれがおでかいからね、うん、ただそれを高校小中高の時点で持ち合わせるなんて無理だね。持ち合わせれるやつは持ち合わせれる、そうなんだよ。田中はそこを持ってる人は偉いんだけどさ、ブサイクだから頑張っていけないわけじゃない、うん、それができないんだよね。ブサイクだからどうせ無理だっつってどんどん引きずになってっちゃうと全部がコテコテだよね、うん、今の俺だったらできるんですよ。うん、そうなんだ。その頃の俺は絶対できないですよね。うん、もうね。あの、いや、これはね、うん、結構深い話だけどね、芸人でもそうでしょ。だから要はそこを認めて負け戦ができるかどうかで、うん、要はアンガールズがこれで、ブサイクだなんだとか、舐められ たこう接し方されるのを、本気で、いやいや、なんすか、それ。とか言ってたら、いやいや、ごめんごめん。何あれ、ちょっと絡みづれないとか、ね、要はそういうことなの、ね、だからここは結構な話よ。で、うん、もっと不細工だったりバカにされてるようなやついるもん、若手、もっと若手でも多分、うん、で今後そういう子がそういうふうに出てくるかどうかもあるけど、うん、それができるできないはでかいよね。なめられるのもちょっと良しにはなってきてるじゃないですか。自分の中でそれをここがプラスだとかに変えられるか変えられないかの発想の転換はあるよね。だからもしかしたらその高校生とか中学生とかの頃でも、うん、そのいじられたりとかしてなんかすごいかわいそうな感じになっちゃうと、もうどうしてあげていいかが、いじってる方も分かんなくなって、結局いじめみたいになっちゃう感じがあるから、なんか一個ね返しがあったりとか、ちょっと明るい感じでやっていけるようになれば解決するのかもしれないですよ、ね、うんうん、そうだね、そう、難しいなそれ、ね、俺は高校の時にまあちょっといじめられてた時に、うん、これが逆転に変わったところがあって、いじめられなくなったのが、うん、サッカーのね、うんうん、体育の授業があったんですよ、うん、キーパーの話だろ。あ、そうです、あ、うん、聞きましたっけ。あの話はいい話だよね。あのその時 J リーグがやってて、うん、でもまあこんな立場だからキーパーってまあすぐやらされるじゃないですか、基本キーパーやったけど、うん、でその時にあのまあゴロのシュートが来たんですよ、うん、本当コロコロしたやつ、うん、でも俺は J リーグの試合見てたらキーパーって結構横飛びで取ってるから、うん、そんなコロコロのやつでも横飛びで思いっきりザーッと思いっきり取った。俺はそのボケのつもりじゃなかったんですけど本気だ、本気で、うん、そしたらすごい受けたんですよ、うん、でそれが
いじめてたやつの、あの、主犯格が、サッカー部だったんです。うん、それがめちゃめちゃ面白かったらしくて、うん、そっからその笑いのおかげで、うん、こいつ面白いやつだってなって、うん、あのちょっと遊ぼうぜみたいになったんですよ、うんうん、でそっからも全くいじめられなくなって、それで笑いは素晴らしいと思ったんだよね、うん、そうなんですよ、ね、人生を180度変えてくれる、その瞬間だろ、そうなんです、だからそっからお笑い野郎なの、お笑い野郎きっかけはだったけど、お笑いは、あ、まあそ、うん、お笑いに助けられたっちゅうのはそこです。いい話だね。何の話？だから結構、だから笑いを取れたら、もしいじられた時に、うん、それが笑いでうまく返せた時に、うん、ちょっとね、違うと思うんですよね。ただその時にそれがうまく、俺はうまくハマったからいいけども、うん、あれなかったらひょっとしたらズルズルいってたかもしれない。キーパーになってたかもしれないね。ズルズルいってキーパー。キーパーにならないですよ、逆に。すごいな。いやな、もう。キーパーにハマってるからすごい。代表になってたもんね。あ、こんなに。めっちゃキーパーがうまくなったってことだ。こんなに盛り上がるんだって。そういう話じゃないでしょ。よく考えてみて。バイクのキーパーやってたやつがそのままサッカー選手にならないでしょ、うん。サッカー部にも入ってない。長い、分かった分かった。いや、分かってないです、あなたは。でも一般の子でも下手したらこの女の子舐められるというか、まあ、いじられるんじゃないかみたいな子でも、うん、いい感じでいじられたのを一個受け入れてくれたりとかするとなんかすごい付き合い良くなるじゃないですか、それを勉強しようと思ってか分かんないですけど、うん、お笑いとか見てる中高生とかもいっぱいいると思うんですよ、なんかいじめられててもなんかいじられて倒しててもなんかバーンって返してわーって盛り上がってたら、あ、こういうのいいなとか、例えばしゃくれてるやつとかまず確実にいじられるじゃないですか、しゃくれって言われた時の返しをこの時にちょっと今教えてあげたら、だからもう顎を動かすとかしゃくれって言われたらそのぐらいやったらいいんじゃない、まあまあ芸人なんてよくあるよね、うん、しゃくれてんなお前ってしゃくれてませんしゃくれてさんのねモノマネしてとか、それがクラスの環境で、うん、パッと出せたら強いと思う、あこいつ、あ別にいじめてる感じにもなんない、言ってる方もね、うん、逆にすげえなと思う、ちょっと傷つくかもしれないけど、でも全体的にはうまく回りそうな感じはありますよね、だから絶対見た目から最初言われやすいですもんね、うんうん、大倉とかもすげえさ、舐められるのが嫌なの。あ、そうなんですか。いや、卑屈の塊だから。でもだけど、それがパワーになってんの。ああ。だから、人付き合いとかも、うん、あの全般的にいいかって言ったら分かんないけど、うん、あの、ここってなるところのギュッていくのはすごいうまいし。ああ、そうです。で、こいつは、もうだって俺ら、あの、絶対うまいよ、大倉。全部をこう、その辺網羅してるからね、芸人関係を。その十数年前に初めて会った時も、うん、ものすごいもう、へりくだって入ってたから。でも、うん、自分の中での計算があるわけよ。ほんでやっぱほら、そのさ、中学で浪人しちゃったから、高校失敗、うん、受験失敗の、ね、うん、その経験から、うん、いわゆるどう人と付き合うか、舐められないためにはどうするか、舐められた場合には後でどんだけの見返すぞっていうのが全てのパワーになってる。そういうのってさ、全部計算していくの、ある程度計算していってんの？いやでも別に計算してるわけじゃないです。いやこうなったらこうしようっていうさ、中学の時に僕ベース舐められてたんですよ。へえ。でさらにその時点で高校落ちるという大失敗を犯したので、それから全く知らない地元と待って、要するに中学の後輩がいないところに高校行ったんですよ。そっからもう、うん、もうちょっとこっち来てしょ、中学の後輩がいないところに行ったんで、そっからもう誰も知らない1個下のやつが、すごいな。じゃあもうリセットしたわけですね。そうもうリセットして、リセット、もう超仲良くしてる、うん、と思ったから、うん、そっからもういろんな一人でどっか行こうとか、うん、一人で知らないとこ行ってそこで知り合いを作ろうとかっていう感覚にも、うん、とにかくでまたさ、大倉とかって舐められやすいのよ、うん、あの要はさ、いや俺らとかってさ、うん、テレビとかに出たりすればさ、うん、知られるじゃん、だけど大倉、うん、とかの仕事ってさ、うん、顔が出ないからさ、わ、うん、かんないじゃん、はい、そうするとなんか急にさ、なんかで俺らが例えば一緒にやる時にいたりした時に、うんうん、女のさ、
なんかマネージャーみたいなのが新しく入ってきたら誰か分かんなかったりするから、例えば分かりやすく言うと大倉の何してる人かも分かんない、どんな人かも分かんないけど、俺らからすると俺なんか大倉みたいなノリでなんかやってたのを見てたら、あ、あの人ああいう感じの人なのかなって思われでガチじゃん。そういう時の大倉ってすごいもん。どうすごいんですか。あのなんかそのなんかがバーって盛り上がってて、おめえ笑うんじゃないよみたいな、そのなんかその感じっていうのがすごいの、まめんじゃねえよっていう。で本当にその徹底的に分かんないやつには言うしね、真顔で。この世界舐められたら終わりなんだ。タレントじゃないけど。だけどそれでやっぱ分かるんだよね、その感じ。それでも設楽さんにいじられてる流れで。それをガツンって言ったら一瞬流れ止まるじゃないですか、うん、それは別にいいんですか。あ、設楽さんに、いや、そこは多分、うん、あのそこも計算なんじゃない、うん、そこは設楽さん笑ってくれますよねがあるから、うん、なるほど、そこがあるからですね。そこは、うん、その分設楽さんに逆にへりくだると冗談っぽく見せつつなるほど、一応そういう関係なんだよって、かませるし、あ、それすごいな、なるほど、頭いいなやっぱな、うん、確かに成立しない、一人で切り開いてるんだもんね。でもいろんな場面場面では大変だと思うよ。だって、うん、結構さ、いろんな場面でもそれはみんなそうだと思うんだけど、うん、全部のパターンが一個しかないからさ、そうじゃないじゃん。そうですね。ね、俺とかだって前それよく話すけど、うん、バイト先でね、俺六本木の焼き鳥屋さんでバイトしてた時あるんだけど、うん、うまかったから、うん、大倉今度食い来いよっつって、うん、でも俺そこでは一番のペーペーでバイトで、うん、でよくしてもらってたんだけど、うん、なんか六本木の飲み屋さんの人が時間終わったらなんか飲みに来る店みたいになってたから、うん、そうすると俺そこでヒゲかかれたりとか。ちょっとこうやって冗談にこう手構えろよとか言って、空手の冗談教えてやるよとかって蹴られたりしても見られるわけ。超嫌じゃん、俺大倉とか言ってるやつが急にそんな状況になるわけ。でもその時は俺はもう B パターンの俺だから、やめてくださいよって言ってるわけよ、そっちだから。だけどそこで今度はこれを見られたって最悪じゃん、言ったら。だけどそこで例えば今度はA パターンの俺しか見てない大倉に対して俺は B パターン見せちゃったから、うん、そうするとこの人誰にも言うんじゃねえぞみたいな、うん、要はこのそこもなんかバランスじゃん。ああ、そうそう、だってみんなだって別に全部の場面で舐められるわけじゃないでしょ。典型的なのが親には強いとかあるじゃん。ああ、そうですね、うん、親には強いですね。そうそう、だからそれを要いかにうまいことこう渡っていくかの作業というかさ、見せ方とね、うん、難しい、難しいな。舐められたら終わりってのもあるんだよね。だから業界人なんかでも結構、うん、やっぱさ、アップかますなんて言葉もあるけど、ちょっといきなり入る時になるのもあるし、うん、でもまあ最終的にはその本質というかね、その人の能力とかさ、うん、人としての、うん、ね、ちゃんとしてるかどうかみたいなとこなんだけど、うん、だからそればっかで来るやつは絶対何あいつってなるし、だけどだから本当にしっかりしててプラス、うん、ちょっと何かその粋な感じの返しだったり、さっき言ったような、うん、自分の流れとかね、うん、そういうのをうまく捕まえられる人、うん、これだよね、うん、何やっても裏面出る人もいるしね。いますね、うん、何やってもいい方向に行く人もいるし、うん、あと詰めちゃいけないなっていうなんかある持ってる人もいるし、ね、ここは触れちゃいけないんだとかさ、バランス感覚がね。で、そう、あるあるある。だからその、まあ、さっきの話じゃないけどバスのさ、うん、後ろに座ってる後輩、うん、そんなのはどっかで潰されるから、うん、うん、どっ山根が言う言わないに限らず、うん、その場で空気悪くなろうが なんだろうが、 そうなんですよ。その後輩どっかで何かあんのよ多分、うん、失敗しそれのまんま突き抜けるやつってのはまあいるけどほぼいないからそういう人は、うん、だから事務所の先輩だからこれ言ってあげた方がいいのかなとか、うん、すげえ悩んだんですけど、うん、風紀みたいな感じになるとずっとやんなきゃいけないから、ね、そうなんですね。だからそこは面倒くさがらずやるかやらないかで、うんうん、あとそういうやつ寄せつけないかも。ああ、うん、難しいけどな。そうなんだよ、人間関係は難しいけどね、うん、でも人間関係が ないと不可能だからね、うん、一人で何でもかんでもやるから、うんうん、ね、大変だよね。どうすればいいのじゃあ大人になって思うのは
まあ本当に嫌な人とはもう付き合わなくても良くなってくるじゃないですか、まあね、だんだんね。まあね。で、自分がやりたいとか、なんか楽しい、うん、さっきも言ってたけど、楽しいことをやっていこうのやつで、自分の気持ちがなんとなく解消されるとは思うんですよね。うん、だから、まあ今舐められててしんどいなって思ってる人は、将来的には別にこれが一生続くわけじゃないしっていうのは、大人になって思う感じがありますね。なるほどね。まあね。まあそうですね。まあ、本気でさ、本気で我慢して我慢して、舐めんじゃねえって言ったことある舐めんじゃねえですか、うん、それ田中なんじゃない？いや、ない、だから、その、女子高生たちにも、まあ、言ったんですけど、その時によだれが一緒に出ちゃうとか、ドジ踏んだ以外、もうその一回くらいかな、反抗したのは。反抗ってか、でも、高校で一回干潮された時にね、何すんだよ、みたいなこと言いましたね。ちょっとビビってたから、ね。で、どうなの？その子ははーってひるむの？したらなんかわざとじゃないみたいなこと言われて、いやわざとだろうっていうなんかもう収拾つかないわざとじゃねえんだ。いやだからでもそれは効果があったってことだよ。やっぱそのやり方次第で、でもそれで逆に転んじゃって毎回やられるようになっちゃったんだけど、でも あいつああいう面もあるんだって見せたっていうのでよかったのね、その時は。だからいやいやってちょっとビビって、いやわざとじゃないよってなるでしょ。あいつだったら言ってこねえし、やっても大丈夫だよが、ちょっとあれ、まあ、やられっぱなしじゃないところがね、ちょっと見せれたから、それそうですね、それ早めにやっていけばよかったですね。もう1年かそんな感じが続いて、2年ぐらいにそれやっちゃってました、ね、急にこいつなんだみたいななってました。急に出したなみたいな変な感じ。結局何の解決にもならない。でも相手がひるまなかったらもっと立ち悪いよね。でもね、うわーってやって、いや余計来るよ。ね、余計来られて、それだから出し方難しいよね。取り返しつかないぐらいずっといじめられちゃったりとかもありますもんね。まあね、まあこんだけボコスカにやられてると人にはまあ優しくしようと思いますけどね。逆にもうなんか神みたいになっちゃう。悟り開くみたいな。悟り開くっていうかさ。どうだろう、解決方法ってあるんですかね。舐められない方法。まあでもまあまあ多分田中は個人的に言ったら舐められない方法じゃないけど、今後ね芸能界でもうみんながビビるぐらいの美女と結婚するとかはもう効果的だよね、うん、もうそれ一番じゃない？ブサイク、あ、そうなんだってなるから。気持ち悪いって言ったって、うん、あいつでもすげえ美人と結婚してるしな。そうそうそう、これも一番手っ取り早い。だって、あいつってなるからみんな、うん、だって何があってみんなさ、すげえあるよ、ね、いい女と結婚したいとかね、うん、付き合いたいとかってのがあって、うん、そこ達成しちゃった男に対しては、うん、なんでと思うけど、うん、なんかあんだな魅力がってなると、ね、やっぱ、うん、あいつ俺よりもって。だからその人がそういうちょっと自分で負けを認める部分が出来上がっちゃうわけじゃん、うん、そう、それが一番手っ取り早いよね。舐められない超いい女、いい女と付き合ってるけど、難しいのがでも舐められなくなっちゃっても困るじゃないですか、僕らの仕事って。まあね、いずれでしょ。 いずれ超これはさ、本当、うん、50ぐらいになった時にね、うん、もう舐めてくれる人がいなくなっちゃったりやるよね。あ、それはあるね。50すごいね、おじさんみたいになった時にも恵比寿さんとかみたいにずっと、うん、そうそうそう、恵比寿さんとかだったらいいけどさ、ね、うん、みんな本当に後輩になっていっちゃったよね。もう舐めてくれないな。みんながどうこの人をいじっていいもんだかみたいなポジションになったらもう怖いですね。これ怖いな。確かにね、それはあるね、うんうん、ただその舐められ方もね、50になっても気持ち悪いなってすげえその超悪いやつから言われたら言われててもいいような気もしてるんですよね、うん、全然、うん、どうかな、うん、まあまあいいかなとは思いますけどね、うんうん、あとは金だよね。金持ち、うん、あ、女、あ、金、うん、うんうん、
どうだみたいな、うん、やっぱそんなこと言ったってあの人ってなるから、うんうんうん、できるでしょ、まあそうですよね、うん、仕事ってことがだから、うん、いやまだ仕事で見返すっていうのができるからいいよね、うん、ああ、うん、そうだね、要はだってさ、いくらあいつ気持ち悪いなバカだなっつったってさ、うん、そいつが自分よりも儲かってんだって言ってなんかどっかにあったらさ、うんうん、ああってなるじゃん。いやでももっと上から来られそうな気もするんですよ。お前なんでお前がそんな給料もらってんだよみたいな、ああそうした時に結局ペコペコしないといけない。そいつは相当バカじゃん、そんなことそれを言ってくるやつもうヤンキーだよね。でもそれはもう立ち悪すぎるから。でもそんな人結構いるじゃないですか街中で。まあいるね。だって基本さこの業界の人はさ、アンガールズ面白いってもう分かってるじゃん、だから稼げる人だって。それでさいつまでもお前らなんでさ、なんでお前ら本当にテレビ出てるのとかって本気で言うやつなんかいないじゃん。この本気で言ってんだよ。この業界の中では別にその稼げてない時でも、うん、まあこういう気持ち悪いやつらもいるなで OK だったんですけど、うん、世の中の人にはもう一生舐められると思います。世の中の人はね、うん、一生舐めるかな。でもだってもうみんな例えば気持ち悪いっていうのがあったとしても、うん、もうこれでさいくつまでやるか分かんないけどさ、うん、60歳70歳になってさ、うん、そしたらみんな気持ち悪いよ。まあかっこいい人もかっこいいんだろうけど、うん、そんな時に言われないよ、うん、お前気持ち悪いだとか言われないかな。うん、そしたらそこまでそんなんだったら逆にすごいけどさ、うん、で一生舐められる、どこかで変わるって、これ突き通してずっとやり通したってかっこいいみたいになるよ、うん、もう気持ち悪くなっちゃったこの話。やばい、なかなか解決っていう解決自分の今後になっちゃってきて、もう舐められてる自覚がでもあるのやっぱ。まあ、うん、街歩いても全員呼び捨てだし、街歩いたらもうそれはもう、ね、そんなのみんなじゃない、芸能人ある程度あの呼び名がある人だったら、うん、もうそういう風に呼ばれるかもしれないけど、まあ、だから僕はそんなに嫌じゃないですけど上から来られるのも、うん、でもまあ基本はでも全員舐めてるっていうか別に嫌じゃないから舐めてるとも違うんですけど、うん、何なんですかね、嫌じゃないんですよ、うん、分かる分かる、ちっちゃい子とかからやまねえみたいな言われてもまあまあ、ちっちゃい子から言われるのなんか全然嬉しいよね、うんうん、もうあの薄ら笑いをさ浮かべてる女がいるじゃん。ああります、ね、歩いててさずっともう薄ら笑い、うん、あれは許せないね、うん、許せない、失礼だもん、失礼、ね、失礼だと思う、うんうん、でもあ日村だそう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 、いやそんな多々あります。写真撮ってる時とかあの電車の中にいてなんかいやいるいるみたいなんで、うん、なんか気づかないように写真撮ろうとして、いや言ってくれりゃ別に撮るし、うん、なんかバカにしてるみたいな、うん、話しかけるほどでもないよね、うん、みたいな、うんうん、日村さんなんかそうやって街中でよくだってあるじゃん、うん、デリバリーの電車に乗ったお兄ちゃんがね、うん、ずっと日村さんうわーってなって見つけたら、うん、声には出さないけどバカえー、俺が頼んだデリバリーじゃないんだよ、俺たまたま家出たら、うん、デリバリーのバイクがパッとって俺の顔見てブブブブってバイク止めてバカって、えぇーうわっと思ったからちょっとこうやって飲んだよと思ってちょっとグッて一歩詰め寄ったらブーンと走ってっちゃう。でまたある程度の距離保って止めて、最悪だな、最悪だ、すげえいらない、もう何にもできない、僕はバイクだから腹立つ。ほんとそんな人が存在してんのが信じられない。でもそんなもんなんだって、世の中そんなバカもいいんだよ、うん、だからそやつが舐めてくるんで、でもそこをどうすんのかって結構なこれ議論だよ。そうなんです、だからつってそのピザの会社の名前ブログとかに書いてこんなあそこのピザ屋は失礼だったって書いたらなんか俺が悪いみたいな感じになっちゃう、うん、大人げねえな、大人げないみたいな、結局そのイライラはもう溜めるか、まあこういうところであんなイラつくことが、まあ俺らはまだ発散できるからね、
いですけど、うん、そんなんができない人はずっと溜め込んでないといけないわけでしょ。そうだな、本当にちゃんとしてほしい、そういう人ら。そうね、そういう人はどこら辺までやるんだろうね、うん、結構なとこまでやると思うよ、うん、そうだよ、うん、やられてる可能性あるからね、もっともっと知らないところで物隠されたりとかさ、うん、物隠されたりとかさ、自分も気づく、俺なんかほら鈍感だからさ、うん、あれで物なくなっちゃったとかと思うものとかあるんだけどさ、うん、もしかしたら誰かに隠されてるんじゃないかとかさ、今ちょっと思えてきちゃったなんであれ今思ってないんだろう、ね、それ日村さん自分でなくしてるんだよ多分、まあ、そうかもしれないけどさ日村さんの悪いところ、自分のまずものを確認しないで人のせいにするいやそれそうだね、うん、これはちょっと深いよね、うん、だから舐められてるって、うん、はいはい舐められてますねってあえて、うん、あえて舐められてあげるっていうのが、うん、どう、まあ、それで大人でそうやって対応できてる時はいいけど、溜まってきた時だよ、うんうん、ずっと舐められてたらいつか爆発するよ、でも、うん、発散しないとね、うん、うん、女の子とかにも舐められたことある、うん、まあだから俺はさ、これがラッキーだけどさ、はい、ある程度やっぱ有名になれたからさ、あ今あそれ 100% で舐められてるかっていうわけじゃないんだよね、やっぱりね、もうタレントが乗っかっちゃってるからさ、なるほど、ね、それはまあ舐められタレントだからね、うん。